農業分野の気候変動影響と適応策の評価ということでですね、西森がですね、当研究所の、主に当研究所のプロジェクトの成果を中心に、お話しさせていただきます。まず私自身でございますけれども、現在、その影響予測ユニット長という立場であります。後でちょっとその、組織についても少し紹介させていただきたいんですけれども、これまでですね、ちょっと、上段に示しているような、プロジェクトをやってまいりましたけれども、農業と同時にですね、その気候予測、地域気候予測についてもですね、担当してまいりました。現在はですね、ちょっと午前中にも紹介があったかと思うんですけど、環境省、一つは環境省の、S18 というプロジェクトで、テーマの、代表補佐を務めております。あと、つい先日よりですね、始まりました JST、日本科学技術振興機構でしたっけ。それのプロジェクトの、その、農業課題についての、代表と。それでですね、本日主催者よりですね、その趣旨として、依頼のあった内容、こんなんでよかったかと思うんですけれども、午後はですね、各部門ということで、ちょっと実業部局、産業部局って言い方がちょっといいのかどうか分かりませんけれども、具体的にはその、参加者多くの方は環境部局だと思いますが、そういったその受講生の皆様がですね、その農業部に説明に行ったり、あるいはその資料提供を依頼する際に必要な知識を教えていただきたいという、そういう依頼があってですね、本日ちょっと資料を準備した次第でございます。で、ちょっと資料と順番ちょっと変えまして、農研機構、正式の名称は農業食品産業技術総合研究機構と申しまして、もともといくつか部門、例えば私どものその農業環境変動研究センター、農業環境技術研究所という、独立した法人であったんですけれども、5年前に、すべて統合されました。その中でですね、ちょっと字が小さくて恐縮ですが、農業環境変動研究センター。農業環境変動研究センターはですね、これからとか私が所属しております、気候変動の研究のほかにですね、生物多様性、物質循環、これは主にその炭素窒素の循環、あるいは水、水質とかですね、そういったもの。あと、有害化学物質というのは、肥料、それから農薬、肥料ですね、農薬、あるいはそのカドミウムとか、といった物質。あと、その、リモートセンシングや、土壌インベントリーとかの、そういった基盤情報の整備を行っておりますが、この私の所属します気候変動領域ではですね、主にこの気候変動問題に関連するものとして、影響予測ユニットと、それから温暖化適応策ユニットっていうのがございます。私自身はですね、このこちらの影響予測ユニットの方に所属しておりまして、本日、ちょっとその適応策の話もいたしますし、必ずしもこれ、ここでぴっちり線引いてるわけではないんですけれども、どちらかというと、その影響評価が中心の話になるかと思います。ちょっとこれもごちゃごちゃしてる図なんですけど、これが私どもの研究プロジェクト、気候変動影響評価のそのプロジェクトの模式図なんですけれども、午前中に説明のあったですね、そのこのいった気候シナリオを、一つはその日本の米モデルに入力すると。もう一つはそのグローバル、世界の穀物モデルに入力するということで、最終的にその食料生産予測の見通しを提示するということを目指して研究をしてまいっております。本日はですね、こちら日本の話だけになりますけれども、いくつか私どもの最新の成果も含めて紹介させていただくとともに、その適応策の紹介と、あと、その皆様方のですね、ご質問とかに、お答えする時間をですね、なるべく多く作りたいというふうに考えています。
本日の話、3つぐらい考えたんですけれども、その前にですね、ちょっとある意味パワーポイントが少しおちゃらけてるというか、その数枚入門編っていったのを作りました。で、実はですね、事前の質問をちょっと見てみると、この入門編っていうのは実は不要だったかなとも思ってはいるし、あるいはちょっとこの内容、もともと一般、いわゆる一般市民向けとか、その子供向けにの講演の時に作った資料なので、もしご存知であれば、そこはちょっと聞き流していただいていければと思いますけれども、本日のまとめの内容をですね、あらかじめちょっとお話ししておこうという、そういう趣旨でございます。3枚の構成なんですが、一番、ここの1枚目はですね、午前中に話があったかと思いますので、ちょっと飛ばさせていただいて、この日本の農業はどうなるのかっていうことで、高温でも豊作年が減っている。もともと日本ではですね、日照りに不作なしっていう言われてたんですけれども、それがですね、高温で影響を受けている。あるいはその気温が平年並みでも日射が弱いとかですね、台風が来たり、あるいはその害虫病害による低下っていうのが近年見られる。で、あとその特に品質の低下ですね。西日本の品質の低下っていうのは結構もう20年以上前から話なんですけれども、米どころと言われてる、北日本でもなんと米の耕運障害とかですね、いったものが起こっている。で、あとその果樹とか野菜についてですね、特にその果樹の適地が移動する。おおむね北上するっていうことが予想されると。で、実は今の日本の農業って結構ギリギリのところでやってるっていうのがありまして、あるいはその品目を絞ったりですね、集中のニーズに応じて集中的にさっき作る期間を決めているので、そういったところがですね、その気候変動とか異常気象の影響を受ける可能性がより強くなっている。あとちょっと今日ここは本題ではないんですが、こういった気象の影響以外のですね、政策にも影響されてしまうと。で、どちらかというと本日のメインのこの適用なんですけれども、米ではですね、実は一番に来るのは品種改良なんですけれども、我々自身が研究するのは、その夏の暑さを避けるためのその殺気の色ですね、耕作区間を移動するっていう話。ただこれもいろいろ問題ありました。後で細かく話をしますけれども、温暖化と思ってたのに、例外が来ましたとかですね。あと単にその殺気を動かせって言った場合に、水が確保できるか、労働力が確保できるかっていった問題があるとか。お分かりなことしなくてもですね、ちょっとした工夫、例えばその水を流しっぱにする、かけ流しとか、ちょっとその水深深くする深水とかですね、あるいはその肥料の与え方で影響を少なくできたり、野菜とか果樹についてはですね、こちらはですね、結構その品種の開発のスピードが速いのと、そのいろんな処理、遮光、光を遮ったりですね、皮むいたり、薬品処理といったその技術開発が進んでいます。ただ、野菜とか果樹っていったものは、その品種とか品目ですね、あるいはその品種っていうのが相当多いので、全部についてそういった品種では対応できないっていう、そういう問題がございます。ということで、この辺もちょっと、どっちかというとかなり総論的なものなんですが、ちょっと、やっぱり品種改良っていうのは結構期待されるんですけれども、時間がかかるものですので、そういったものを含めていろんなその適応策をですね、組み合わせて影響を小さくするために、我々考えてますし、その現場のニーズに応じてですね、一緒に考えていくということが必要なと。というところがですね、もうざっくりの今日の話の内容でありまして、以下ですね、ちょっと米を中心なんですけれども、その実例、っていったところを、話させていただきたいというところです。
そこ、本編の方に、入りますけれども、日本の気温が上がってます。それから1990年以降、特に、高温年が多いですって話は午前中にもあったかと思うんですけれども、いろんな影響もちろん出ますけれども、やっぱりこう、もともとその自然相手である農業への影響っていうのは、もうすぐに出てしまう。米の場合はですね、この白未熟粒っていう、この白く濁る米の発生がいる問題でありまして、で、これ、まず見た目が悪いと米の等級が落ちまして、これが農家の収入に大きく影響するっていうのです。もちろん見た目だけじゃなくて、これ実際白未熟粒を食べても美味しくないんですね。そういった問題がございます。あと果汁はですね、もともとがその敏感なものと、一度植えてしまうとこう、木ですから動かせないので、結構影響出ますね。みかんの日焼けとか、こう皮がパサパサになってしまう浮き皮とかですね、とブドウではその色がきちんとつかないとか、そういった問題がすでに起こっている。でですね、ちょっと話ずれるかもしれないんですが、実はですね、日本これまでも温度が上がってるんですが、これよく見るとですね、ちょっと我々の成果なんですが、月別にその気温の上昇トレンドっていうのを月別、さらにその地域別に見てみますと、ちょっとこの微妙に違う。例えば気温の上がり方が大きいのは2月とですね、その6月、あと秋ですね。で、逆に大きくないのは4月とか12月。で、やっぱりこういうガタつきがですね、結構いろんな問題を引き起こす。当然高温がの問題、今我々主に対応してるんですけれども、減収とか品質低下、あと温度が高くなると、虫活発になりますし、病気、あと雑草の害も出ます。またあと春先にですね、温度が高いとですね、融雪が早まって水がなくなるとか、果樹、きちっとこの冬の間の休眠ができなくて、育ちが良くない、逆に育ちが良くないとか、そういう問題が起こる。ここはですね、なんとなく多くの方に知られてるんです。実は気温が上がらない月があるっていうこともですね、結構それなりに問題で、実は4月平均ざっくりなんですけれども、あんまり気温が上がってないってなると、結構その遅霜っていう問題が起きたりとか、あとこれちょっと地域によっても違うんですが、特に北日本でですね、あんまり温度が上がらない。上がってはいるんですけど、小さくっていうのは、やっぱり定期的にその山瀬っていう北東風が起きてですね、そう、早氷に悪さをするとか。あと、12月の気温っていうのは上がってなくてですね、これ、かなり地域的な話なんですけれども、北海道の道東って、低気圧で雨が降るんですが、気温があんまり上がってないので、結構それが雪になる。しかも午前中も話になったように、結構雨の降り方が大きくなっているので、雪がドカッと降ると、地面がですね、お布団かかったみたいに、むしろ暖かくなっちゃって、収穫後の芋がですね、生き残ってしまって、次の春先に悪さするとかですね、そういった問題も起こっているということ。そう、実は気候変動の、その農業への影響っていうのは、もちろんその作物品目にもよりますし、結構季節によってですね、いろんな影響が実は出ているという、そういう紹介でした。で、この辺も話あったかもしれないんですが、とはいえですね、やっぱり基本的に多くの作物っていうのは、その夏、暖候期に育つんですので、やっぱ夏の天候っていうのが一番影響する。昨年ですね、ご存知のように結構暑い夏、特に東日本で温度高かった。一方雨がですね、特に西日本で多かったという話ことは、皆様もご存知かと思いますが、これがですね、結構その稲の作柄に、ちょっと影響している。2010、あ、そうですね、2020年。で、実際これ、昨年のですね、米の作況指数、取れ高のパーセンテージにかなり近いものなんですけれども、北海道、それから東北ですね、
あと、まあ、平均が100ですので、106とかですね。結構北海道では豊作だったと。で、一方、ちょっと数字細かいですが、九州地方ではですね、これ90切ってるんですね、85とか。で、まあ、その原因、いくつかあるんですけれども、ちょっと梅雨が長かったということでの日照不足とかですね、台風、まあ、あとその害虫ですね、これの被害が結構大きかったというふうに、まあ、言われています。一方、品質なんですけれども、まあ、一等米の比率、先ほど申し上げたように、まあ、外観きれいで高値で売れる米なんですけれども、これがまあ全国で80%。で、昨年が73だったので、まあ、品質はまあそこそこ持ち直したかなと。で、実は2019年もですね、東日本では高温だったし、まあ、20年それ以上だったんですが、まあ、幸い大きな品質低下っていうのはまあ避けられています。2019年なんですけれども、新潟、米どころの新潟で、早熟期、稲がまさに実ろうとする時期にですね、フェーン現象という熱風がですね、吹いてしまって品質低下が起こったということがありました。ちなみにこれ、昨年の米の作況指数なんですが、あんまりというか、ほぼ今年と同じですね。北日本で作柄が良くて、九州、西日本で悪いっていう。やっぱりその原因は、九州とかはやっぱ台風とか、その害虫であると。で、この時は先ほど申し上げたように、ちょっと品質がまあ悪かったと。米の品質って非常に難しい問題ですね。申し上げたように、早熟期にフェーン現象で品質が落ちてしまう。まあ、その他にですね、まあ、この辺りも、午前中に出たのかと思いますけれども、結構大きなその台風ですね、ビニールハウスを破壊するような台風が、千葉県、一昨年ですかね、9月に15号起こりました。それから、まあ、まだちょっと記憶にも新しいですけども、10月のその大雨、洪水をもたらした台風とかですね。これちょっといい農業、いいっていうか、典型的な農業被害のちょっと写真がなかったんですけれども、台風の被害ですね。もう、まあ、毎年のように発生してるし、ちょっと私、ちょっと個人的にすごく印象深いっていうかですね。まあ、今年、日本海側で久しぶりの大雪になって、結構な被害が出てるんですが、2014年ですね、関東地方で大雪になりました。甲府で114とかですね、関東地方とか、あと普段あまり雪の少ない長野県のこう中南部でですね、大雪になって、私自身積雪調査をしているので、ちょっと大変な目に遭ったんですけれども、その雪でですね、ビニールハウスが倒壊したり、実は大雪の被害ってなると、まあ、交通の災害が一つまあ目立ちますし、まあ、農業被害っていうのが出るんですけど、まあ、冬、もちろん作ってる作物もあるんですが、結構なその被害っていうのはですね、まあ、このハウスの倒壊でまあ大きな被害が出る。で、雪の話もちょっと午前中にあったかと思うんですが、こう温暖化で気候変動で、で温度が上がっているのに、まあ、たまたまのその寒波と、たまたまのでも強くなっている雨がですね、重なると、まあ、こんなこともまあ起こってしまう。まあ、もちろん農業だけじゃなくてですね、もうほぼほぼ社会生活全般に大きな影響はあるんですけれども、まあ、農業も大きな被害を受ける。まあ、こんなものを紹介した後ですね、まあ、実際その日本の農業影響っていったものがどういうものかっていう、まあ、我々の研究を中心にちょっと紹介させて、まずやっぱり私ども専門グループでも含めて米が中心、まあ、日本の基幹作物、まあ、特に地方ではですね、まだ米に依存している部分が大きいので、この米がどうなるかっていうのが、まあ、大げさに言うと、その日本の地方のまあ行く末をまあ左右していると言ってもまあ言い過ぎではないものなんですけれども、まあ、現在ですね、ちょっと冒頭でも申し上げました、白未熟粒っていうこの濁った米がですね、大きな問題になっておりますし、まあ、あと一部の地方ではですね、同割れ米っ
って言ってちょっとやっぱこう割れたような感じ。やっぱり同じようにそのもちろん食べても美味しくないですし、外観品見た目がとにかく悪いので、あの値段が下がってしまう、そういう問題が。で、まあ、現在どちらかというとこういう成熟期で、まあ、米は取れるんだけどその質が悪いっていう問題がまあ今起こってて、これはこれで大変なんですけれども、将来ですね、もっとその温暖化が進んだですね、高温不燃実らない、そもそも米ができないっていう問題が起こるのではないか。あの高温でですね、結局受精がうまくいかない、受粉受精がうまくいかなくて実らないと、そういう問題が起こるんではないかということがですね危惧されております。だちょっとこの部分はですね、まだ研究とその実例の蓄積が、まあ、今進んでいるところですので、まあ、今日の話はですね、こういったこちらの方、今直面している問題に、まあ、なるかと思います。まあ、こういった問題に対応するために我々、どういう研究はしているか、あ、ちょっとその前にですね、この米の品質の低下の話ですね、この一等米比率、各都道府県のその一等米の比率っていうのを、10年ごとにですね、あの図にしたものなんですけれども、1980年代、もう30年ぐらい前ですかね。これ赤いのはですね、ちょっと一等米比率が低い、まあ、品質が良くないところで、北海道が目立ってたんですね。で、東北とか北陸はまあ品質がいいというふうに言われてた。まあ、それが10年経ちますと、北海道がだんだんこう青くなってきた。で、こう2000年に入りますと、こう西の方でですね、こう赤くなってきた。西日本の米の品質が落ちてきた、まあ、こういう問題が起こっています。一等米っていうのはですね、あの先ほどから紹介している白身熟流等を含めてですね、そういったその、まあ、悪い米を除いた清流いい米がですね 70% 以上のものをこの一等米といいまして、先ほど申し上げたようにこれが思いっきり価格にまあ影響しますので切実なこの問題だ。まあ、もう一個ですね、米の品質としまして、あのどちらかというとまあ消費者の方はこちらの方を気にする味ですね。で、一般にこれタンパク質の含有量で決まって、でその6から7っていうのが食、まあ食味がいいと。でタンパク質が多いとパサパサしますし、まあ、少ないと粘りがないっていう。ただ実はこれ食味ってすごくこう推定が難しくて、特にこれ今データが全然蓄積されてない状態なんですね。で、そうなので、まあ、我々の研究もまだ今この外観品質とか一等米ってたのが中心になってます。でこういった問題に対応するためにですね、農関係ではですね、もう20年以上米の予測研究っていうのを行っております。まあ、そのために最初はですね、こう統計、過去の収量と天候の、まあ、統計式を作って予測するっていった、そういった方法からですね、だんだんこう作物のプロセス、成長、田植えしてからこう稲が育って穂が実ってっていったものをこう再現できるモデルを導入すると同時にですね、まあ、以前はですね、ただ米の収量だけ予測してたんですが、こう品質を予測する、でこの空間解像度もですね、まあ、10キロから最新ではこの1キロ、その都道府県からですね、まあ、市町村単位で、まあ、まさにこのまあ皆様がですね、この適用計画を立てられる制度を目指してですね、この高解像度の予測っていうのをまあ行ってきているところであります。まあ、具体的に我々どうするかっていいますと、まあ、この米のですね、まあ、その栽培のデータ、品種、それから移植日、田植え日ですね、あとその肥料をやる量とか時期とか水、そういったものを今一つデータセットで、それにその気象気候値ですね、あの1キロですので、まあ、午前中に話があったそのダウンスケーリングっていう空間を細かくしたデータが必要なんですけども、まあ、それはですね、例えばあの実は我々自身でも作ってるんですけれども、まあ、気象研さんとか
環境検査とかからももらって作る。それとの、まあ、入力して、まあ、その米の、まあ、影響を評価して、まあ、あとその適応策についても評価するということを、まあ、これ我々自身で、やっていることであります。ただこのモデル予測ではですね、病害とか台風っていう、まあ、いわゆる間接要因ですね、これモデル化が難しいものですね、これ今現在ちょっと残念ながら入ってないとかですね、ちょっと冒頭も2月の高温で申し上げた、その水があるとかないとかっていったところがですね、まあ、まだちょっとモデル化は難しいので、まあ、の別に評価するっていったことが必要になっています。でもうちょっと時間の関係もありますので、結果なんですけれども、これ将来の米収量の予測で、まあ、今というにはちょっと古くなってしまったんですが、まあ、基準をですね、1981年から2000年に置いたとき、そこを100としたときに、まあ、青いところはその米収量が増える、赤いところが減るっていう予測で、まあ、今世紀半ばといいますか、もうあと10年で31年になるんですが、半ばと、それからあと今世紀末っていう予測。でこれは一つの例で、まあ、ハドレーのモデルっていうイギリスの、まあ、比較的その温暖気温が上がりやすいモデルですね、それの予測なんですけれども、将来、実はですね、青いところが多くてですね、気温がどんどん上がっても、この予測だとまだ青い、つまり北日本の収量は増えるという予測になっています。でこれは一つにはですね、このもともと北日本は例外で悩んできた歴史があるんですけれども、その例外がですね、まあ、減る。先ほど北海道も品質が良くなっているといったところも関係しますが、こう気温が上がることによってむしろ米の適地になりつつあるので、収量が減らない、増える。まあ、もう一つ、そもそもですね、この植物の生理からしまして、この二酸化炭素を使ってその光合成をして成長するんですけれども、まあ、二酸化炭素が増えるっていうのがこの温暖化問題ですから、増えた二酸化炭素で、まあ、光合成が活発になって米の収量が増える。ここ肥料をやるのと同じようなものってことで施肥効果っていうんですけれども、それの影響で、まあ、収量が実は増えるという予測が。ただし西日本ではですね、こう赤がどんどんこう目立ってますけれども、西日本の収量は減るっていう予測になっています。これをですね、ちょっとその国、一つは国で平均したものですね、20年ずつ収量、米の収量を平均して、で先ほど申し上げたような理由でですね、まあ、頭打ちにはなるんですけれども、こう2050年頃ピークにですね、まあ、米の収量増えるし、頭打ちになっても、まあ、今以上になる。ところがですね、もう一つ問題が、この色分け、緑、黄色、赤はですね、ちょっと話難しいんですが、高温による品質低下のリスクっていう言い方で、品質の予測がですね、ちょっと当時は難しかったので、その米が実る当熟の時期の温度で、まあ、品質の代わりにしたっていう。で、当熟の時の温度がですね、高いっていう状態の時をこう赤で示してるんですけども、まあ、そうやって20年の予測するとですね、収量はそこそこなのに、この赤い部分がですね、こうすごく大きくなっている。品質が、収量はそこそこなんだけど、品質が大きく低下するっていう、こういう予測を我々がしました。じゃあ、これどうすればいいかということで、ここが適用なんですけれども、まあ、稲の移植、田植え日をですね、まあ、移動する。これコンピューターのシミュレーションですから、結構簡単にできてしまうんですね。ということで、品質が良くなる、最も品質が良くなるように、この田植え日をいろいろ動かしてみて、一番いい時を出してくるとですね、じゃ米の収量はちょっとこう減ってしまうんですけれども、この先ほどと違って緑の部分ですね、まあ、質のいい米と言ってもいいと思いますけれども、高温リスクのない、いい質のいい米が割合は増えている。こういう一つの適応策ですね。といったところをまあ我々研究として出しています。
後でちょっと問題になりますが、ただこれ、田植え日を移動するっていうのもですね、まあ、簡単にはまあいかないっていう問題がまああります。で、まあ、実は農林水産省の気候変動適応計画の一番に書かれているのは、移植日の移動ではなくて品種改良なんですね。私ども自身はその品種改良の専門ではないということと、まあ、それでなくてもですね、米の品種改良っても20年かかります。現在ですね、ようやくその各地からのその混対性品種っていうのがこう出てきまして、それをですね、まあ、私ども研究所のこの育種の部門がですね、まあ、そのランク付けをして、まあ、公表、地域ごとにその混対性の強い弱いっていうのを公表しております。まあ、もちろんその農業、これはですね、まあ、各地域、県とかのまあ独自の育成の品種入ってますので、農業部の方はご存知なんだろうと思いますけれども、こういったものがですね、まあ、すでにこの実際植えられている。ただこういった混対性の品種ばっかりにしてしまったときに、急に例外が、まあ、今年の豪雪みたいに、急に例外の年になりましたとかですね。まあ、あと、結構さっきの移動の話をしたんですけれども、まあ、これ遅めるか早めるかっていうのは結構地方によってちょっと違うんですけれども、まあ、移植日を早めて高温耐性の品種を導入した場合です。ちょっと前半にあったその4月に温度が実は上がらないで遅霜が出やすいっていった、そういった可能性もあるので、品種改良だけっていうのはですね、その適用っていうのはそう簡単ではないっていうことが言えます。で、さらにですね、ここの部分は公表してるんですけども、先ほどの白未熟粒とそれから一等米で、実は農業の現場の皆さんはですね、もう何回も申し上げているように、この価格に直結するその一等米っていうのの値のまあ星があるわけで、まあ、我々がまあ研究としてやっているのは白未熟粒の発生ですから、そこからこういうこの関係で一等米に持っていって、で、最終的にその一等米の比率を出すと。これについてはまだ今ちょっと計算中なんですけれども、まあ、それら含めてですね、今回のまあ、新たな研究も含めたその1キロメッシュの米の収量、それから白未熟粒についてはですね、A プラットさん、それから我々の方のデータベースで、まあ、皆様のこの適用計画に、まあ、まさにその参照していただけるように公開を予定しているところ。ちょっと時間がだいぶ経ってきましたが、他の作物はですね、ちょっと、品目はですね、作目です。ちょっと私の専門ではないんですが、簡単な紹介だけにとどまってしまうんですが、果樹、先ほど申し上げたように、果樹は一度植えるとですね、動かせないので、その逆に温暖化の影響っていうのはまあ大きくなっています。りんごの場合はですね、その色落ち、日焼け、あとブドウもですね、こうやっぱり色が変になるって、そういう問題があります。まあ、あと、みかんのその浮き方、先ほど申し上げました。あと、実はりんごの味が変わるっていう問題。このあたりはですね、果樹部門、農研機構の果樹部門ですね、杉浦がやっている話なんですけれども、こういった果樹の影響はもう出ている。そういったところで、あと、適地ですね。まあ、今、みかんは、まあ、西日本で作られてて、りんごは北日本で作られてる。それがですね、まあ、2060年代。例えば、リンゴの適地。ちょうどこの赤が適地なんですが、これ2060年になると、こう、かなり北に寄ってしまう。むしろ北海道が、今できない、リンゴができない北海道がリンゴの産地になるとか。逆に、みかんはですね、まあ、今、西日本の平野部でできてるみかんがですね、2060年。逆にそんなところはですね、こう温度が高すぎてできないとかですね。そういった影響が、まあ、すでに出ている。これの結果は多分 A プラットに載ってるんじゃないかと思います。で、その対策、まあ、対策適用なんですけれども、一つは、まあ、その果樹の、その温度自体をこう遮光して下げるとかですね。
このあたりはちょっと私も専門じゃないんで全くわからないんですが、こう、ブドウの着色対策のためにですね、なんか一部皮を剥くとかですね。まあ、あとその薬剤処理で、違う、これは剥き皮の処理ですね。剥き皮処理をするとなんか色がきちっとブドウの色のまんまであるとかです。まあ、あと果樹の適用では、このあたりも最近よく聞かれるんですが、こう、亜熱帯果樹ですね。こういったものを導入するといったことを、適応策として、結構果樹の方はですね、研究が先行しているところです。まあ、あと、大豆ですね。これちょっと古い資料なんですけれども、大豆の予測って土壌水分に影響されるので、なんかまだ、今まさにこれ、環境省の S18 でやってるところなんですが、もう、収量品質の予測も難しいし、雑草、幾何雑草が発生してですね、これが高温になると余計深刻になるということが、まあ、言われています。まあ、あと野菜の影響、これも結構見た目、写真、ちょっと写真だけになってしまうんですが、まあ、見た目がこう悪くなったり、レタスとか、結球が乱れるといった、こういった影響が出ています。あと、畜産とかですね。そういったものにも影響出てますし、それの対策ですね。まあ、大体のところは、こう、うまく、こう、効率的に冷やすっていった対策が取られて。あと、まあ、農業分野ではですね、ただその対策してるだけじゃなくて、まあ、先ほどもちょっと申し上げたように、まあ、いろんな品種、これは対策ですね。対策もありますし、こう、新たな品目を入れるといった適応対策っていうのも、まあ、進んでいます。ちょっとこれ字が小さいんですけれども、まあ、亜熱帯果樹の各県でですね、亜熱帯果樹の導入とか、逆にワインの産地にしよう、ワインのブドウの産地にしようといった、そういった動きも、まあ、ありますし、まあ、ちょっと自分の字が小さいですが、米ではですね、このコーン耐性の品種をその地域の売りとして売り出そうといった動きもあります。さて、あとはですね、ちょっとまあ皆様、まあ今日ももちろん質問をお受けしますが、皆様が参照いただけるようなそのツールについてですね、紹介したいと思います。農林水産省ではですね、農林水産省気候変動適応計画というのは、まあ、政府の適応計画の一環なんですが、まあ、少しだけ詳しいものをですね、準備しておりますので、ご参照いただければというふうに思いますし、影響評価報告書が出てですね、そうすると今年適応計画の改定が行われるというふうに、まあ、聞いてますので、まあ、新たなものが今年出るとも思われます。それから報告書類ですね。こちら先ほど申し上げた、環境省で取りまとめた気候変動影響評価報告書2020というのは、まあ、ご存知かと思いますけど、まあ、我々のグループの成果も、きちっと引用いただいております。また、自治体さんの方でですね、まあ、一部の自治体さんにはですね、我々の成果そのものをですね、掲載いただいて、茨城県さんとか長野県さんの方には、この影響評価報告書という形で、いただいた、掲載いただいておりますし、我々のデータについてもですね、利用いただいております。ちょっとこれはですね、まあ、我々、冒頭申し上げたように、私もいくつかのプロジェクトをやってきて、まあ、そのプロジェクトでですね、こういった、まあ、できるだけ行政の方がですね、利用できるような、報告書、が読み物ですね、書籍とか、これについてはご存知かとは思いますけれども、宣伝になりますけれども、農研機構の方でもですね、地球温暖化と日本の農業という書籍を出しておりますので、よろしければご覧いただければと思います。あとはツールですね、まあ、行政の方、あるいはまあ、農業で言いますと、農業法人であるとか、他の皆さんも含めて、こういった使っていただけるツールっていうのをですね、準備しております。
一つはですね、農研機構のメッシュ農業気象データシステムというのがございまして、これはですね、もちろんその気象庁のアメダスベースでですね、それをメッシュ化したもので、まあその過去値がありますけれども、予報、1ヶ月予報のデータをですね、取り込んで、使っていただく。これはまあ、これからの天候予測してですね、まあ、水せき管理をどうするかっていうふうに、まあ、使っていただける予報値と、まあ、さらに、私ども自身で、まあ、作っているその地域気候シナリオ、1キロメッシュの地域気候シナリオもですね、サンプルプログラムと一緒に、このメッシュ農業気象データシステムに、まあ、置いております。もちろん、この農研機構地域気候シナリオはですね、国家研鑽の方にも、置かせていただいておりますので、まあ、どちらでもご利用はいただけます。まあ、ちなみにそれを使ってどういうことができるかというのをちょっとだけお話ししますと、結構私、まあ、あちこちでお話しするんですけど、将来、まあ、その気候だけではなくて、こういったその農業関係の要素っていうのをですね、予測するときに、こういったその箱ひげ図を使ってくださいといったことを推奨しております。まあ、これはその米の品質に関わるそのヒート度数というその温量、温熱指数なんですけれども、単純にですね、この平均とかをですね、とっとこの実態を見余る、実際にはこの予測にはその不確実性があって、その幅がある、こういった形で見ていただくのが重要だという観点からですね、サンプルプログラムといったのも、まあ、準備しております。ということでですね、ちょっと最後はちょっとここでではちょっと締まらないので、議論の時にですね、ちょっとこの表、印刷はしてないんですが、準備しました。農研機構の泉、私どもの泉がですね、これ公表したものなん、ちょっと英語版なんで、ちょっと慌てて日本語をちょっと入れたんですけれども、農業場面でのその適応策ですね、割と簡単にできるものから、こう難しいものっていったのをこう並べて、まあ、おりまして、ちょっとおそらくこの事前質問を見ても、ちょっとこの辺りの質問が多かったので、慌ててちょっと作ったので、まあちょっとその質疑応答の時間も、まあちょっとこれを映しながら、ちょっとですね、質問を受け付けた方がいいのかなというふうに、まあ思ってる次第です。とりあえず発表としては以上です。ご清聴ありがとうございました。